さん、イエーイ、サバディーカープ、サカカープ、ヤップジャパンでーす。はい、ということでね、今回はですね、今バンコクに来てるんですけども、ローカル編ということでね、ローカルのタイをねお届けしていきたいというふうに思いますが、今ですね、僕が昔ね住んでたところの近くにいるんですけども、ここでですねローカルの床屋です、ローカルな床屋に行ってみたいというふうに思います。はい、そこでね髪の毛を切って、そしてひげも剃って、いくらぐらいで剃れるのか、どんな感じになるのかっていうのをねお伝えできればというふうに思いますので、お楽しみください。それではレッツゴー。家に着いてね、洗濯機回して充電さしてきたので、またね先ほどの床屋に行きたいと思います。今なんかね、さっき来た、今日はねお母さんがねやるらしい。今家にいた、家にいましたけどね、任せたり自分でやったり、まあその日によるのかな、分かりませんけど、あそこの床屋はね本当にいつも僕が聞いてたところで、前は100バーツでしたね。今前って言ってももうそれこそだから17年とか、17年前か。さっき見た150バースだからね、まあ、1.5倍、まあ、床屋の物価上昇率でいくと 1.5 倍ですね。来ました、あれをさ、よいしょ。いや、まあアニブラタッナガーってタイビデオダイメンハムタイエンハムアニーナカアプロティーユーチューブチョンエンハム。はい、僕の中でね、なんかね、あの格闘家のマサトにちょっとね顔が雰囲気が似ててと勝手に思ってるんだけど、ルックとお前でおしゃまい、どんなもんじゃないわ、このハーシーハーコンね、ルックとこんなじゃん、何本番ジョップやっぱおんこさんとまでみたいな、はい、とにいるマハライだ、マハライだよ、おすごい。僕がね、ここにいる時に見たら本当に4、5歳とかね、お姉ちゃんが小学生ぐらいだけど、もう今ね、大学生だよ。はい、今ね、17年前に来たんだよねなんて話をしながら懐かし話してたんですよ。で、この今切ってくれてる人のね、お子さんが本当に5歳とか3歳、5歳、下の子がね、多分幼稚園、上の子が小学校、低学年ぐらいの時から僕来てて、低学年というかもう本当入るばっかぐらいかな。それでそんな話したら、今ね、もう大学行ってるよなんて話で、で、今回一人で来たのなんて言われたのでね、その、なんで来たのかの話をしてました。今日もね、今ね、髪の毛を注文するときね、昔の時の覚えてるって話してね、今やってもらってるんですけど、まあまあ横短くして上はつけてちょっと立てるぐらいでっていう、ずっとねこの人に切ってもらったんですけど、カミソリの刃がね一枚一枚取り替えてある、一回使ったら捨てるやつ使うんですけど、めっちゃ薄いんですよ刃が。何ていうんですかね、カッターの刃の取り替えみたいな感じで、これのカミソリ版で一回使ったら多分捨ててると思うんですけど、取られててもね、めちゃくちゃこの薄、歯の薄さを感じる男が、これ僕好きで、まあね、女性の視聴者さんの方だとね、なかなか分かんないかもしれない。なぜかね、自分でヒゲ剃るよりもね、人に剃ってもらうのが気持ちいいんですよ。ヒゲ剃るときって、もう下までやらないとね、歯が引っかかって痛かったりするんですけど、なんか知らないけど、ここのカミソリでやるときに痛くないですか。僕の人はその、だからカミソリの刃がめっちゃ薄くてめっちゃ切れ味がいいからじゃないかなとかって思ってます。さっぱり、あ、いいな、あ、バブル、バブル、ใช่ไหมครับครับผมก็ถ่ายมีมีวัตถุที่แข็งแข็งไหมครับ
ハッピーハッ回りました。昔とはね、同じじゃないけどね、ソフトモヒカンみたいな感じで仕上がってます。はい、いかがでしたでしょうか。ローカルのね、床屋をね、お伝えしてきました。今日はですね、髪の毛を切るのに150バーツそして、髪の毛洗うのに50バーツそしてひげを剃るのに50バーツということで全部で250バーツかかりました。髪の毛切るだけだったらね、髪の毛洗わなければ150バーツということで、今ね、僕がずっと切ってた時ですね、十何年か前とかはですね、100バーツで切ってましたが、今はね、150バーツということでした。で、今日行くところね、完全に床屋です。女性が行くところではなくて男性の行くところで、バーバーとね、要は日本語でバーバーですねって言います。で、女性の行くところはね、日本だと美容室ですけども、こちらでね、サロンとかね、サロンビューティーなんていうみたいです。はい、ということでね、参考になりましたでしょうか。もし興味ある方はね、ぜひ行っていただければと思います。結構ね、お店の人に聞きましたけど、日本人とか外国人でも全然問題ないよって言ってました。今はね、Google 翻訳を使ってそのままね、出しながらね、やり取りをしているので、言葉が分からなくても全然問題ないし、この辺でも外国人が切りに来てるよってことでした。はい、参考になれば幸いです。この動画良かったよって方はぜひ高評価、いいねの方よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょうね。10巻クリップかなーなか、サバディーカー、バイバーイ。